はい。はい。仮面ビクター、仮面ビクターやってみましょうか。昨日ね、増刊号のやつやったんですよね。仮面ビクターね。あ、レースゲームな、今回。あ、なるほど。こういう感じ。うわ、操作性悪っ。うわ、操作性悪いな、これ。これね。いや、もちろん昔やってますけど、あんまりやらなかったと思いますね。あんまりやった記憶ないから。これウルトラボックスやるの自体がもうだって十数年ぶりですよ。十数年じゃ20年以上ぶり、以上ぶりですよね。長野県に引っ越すときにね、ウルトラボックス売っちゃってるから、あ、20年ぶりぐらいだと思います、やるのはね。これはいいわ。そんなに面白くないわ。はい。まあ一応、まだちょっとね、仮面ビクターちょっとリベンジしてみましょうか。はい。サンソフトもなんかこう、デフォルメになってるね。これ操作難しいですよ、これ。めっちゃ。これどうなったらゲームオーバーなんでしょうね。これ人引いたら多分ダメなんでしょうけど。ハート取るのかな、なるべく。これ増刊号のまだアクションゲームの方がいいような気がするね。あれの方がまだマシですよね。これ多分人引いたらダメなんでしょうね。これなんで仮面ビクターかというと、ビクターがこのゲーム出してますからね。うん、だからですよね、当時ね。ビクター音楽産業というね、会社が出してるゲームだから、仮面ビクターなんですよね。これ何をしたら終わりで、何を目指してるのか、ちょっといまいちわからんとか。説明文読んでないから余計そうなんでしょうけど。行き止まりやんか。残り30秒ってことか。この秒の間にどれだけハートを取ればいいかとか、そういうことかな。なるべく人を引かずに。難しいなぁ。難しい。終わったんじゃ、終わった。タイムアウト。はい。はいはい。